ベトナム元朝の第五代皇帝。意味名は元福陽、後編に、二、後に元福陽と改めた。首特帝の弟である隋太鼓元福皇位の子。在位1883年。首特帝には子がなく、三人のおいを養子にしていたが、幾徳三角はその中で最年長であった。首特帝は、 育徳三角の言動に不満を持ち、後継者候補から外そうとしたことがあったが、母親の字、広志皇太号に反対された。1883年、首都区定は重病に陥った際、やむを得ず遺症で育徳三角を後継者に指名した。 しかしその文中に否定的な評価があったため、衣装を朗読するとき、幾徳帝はその部分を削除することを求めた。死特定の本来の意は、最も幼いが聡明な憲福帝にあったとされ、原文章、巫事室説などの検診もそれを望んでいたため、衣装をないがしろにしたこと、儀式に望んで模服でない緑の服を着用したことなどを理由に、 わずか3日後の7月23日、自、ユータ皇太后の命で、後継者の地位を剥奪され、絶食させられて、上で放御した。強引な範囲については、帝心の中にも、判定、愛のように反対する者がいたが、彼らは皆悲鳴、追放された。元朝の皇帝は、元号で呼ばれるが、元号も定められなかったため、 生前寄居していた宮中の幾徳堂にちなんで、幾徳御門と称されている。後に、この聖安史御門が立つと、安広恵皇帝の病号、死亡が追贈された。ありがとうございます。